高区隅から隅まで。この番組では、三田市内にある20の小学校にお伺いし、児童の皆さんに学校や高区の紹介をしてもらいます。今年度の最初の小学校は松ヶ丘小学校です。まずは松ヶ丘小学校の校歌からお送りしましょう。 高校区隅から隅までは松ヶ丘小学校です続いて松ヶ丘小学校計画中心委員会5年生6年生の皆さんにお話を伺っています今日は松ヶ丘小学校計画中心委員会5年生と6年生の皆さんにお話を伺いますまずお名前学年教えてください 計画中心委員会の委員長の6年生の増田幸樹です。はい、増田幸樹さんよろしくお願いします。今日は皆さんに松川小学校の1年間の行事を聞いていこうと思いますが、まずは増田さん1学期の行事ということで教えてくださるのは何についてですか ?1 年生を迎える会です。はい、ではお願いします。1年生を迎える会は、 一年生が入学してから、一ヶ月ぐらいしてから、一年生に二年生から六年生がプレゼントをしたり、劇をする会です。あと、ゲームもあります。あと、最後にくす玉を割ります。毎年楽しい一年生を迎える会です。一年生も喜んでいます。 あと飾り付けや看板とかを作って飾っていますはいわかりましたもう1学期の行事ということですが今年は終わったんですかはいはいいかがでしたか楽しかったですはい何が一番印象に残ってますか1年生がくす玉を割る時ですはいどんな様子でしたかえっと 今年は紐がちぎれたりして3回ぐらい失敗していたので、それが印象に残っています。<laughs> はい。かえって印象に残りましたね。ありがとうございます。はい。では続いてお名前学年と教えてください。5年生の計画中心委員会の布沢つぐみです。はい。では布沢さんは何について教えてくれますか縦割り班活動です。はい。ではお願いします。縦割り班活動では、 まだ友達になっていない人とも友達になれて楽しい活動です縦割り班活動では鬼ごっこやフリスビーどっち最後に一番楽しみなお弁当ですお弁当はみんなで食べるのでものすごく美味しい感じがしますはい縦割り班活動があるということですけれども今年はもうされましたかはいはいいかがでしたか楽しかったですはい、何が一番楽しかったですか 縦割り班の友達と一緒に鬼ごっこをしたのが楽しかったですはいありがとうございますはい、では続いてお名前学年と教えてください5年生の長浜崎ですはい、では長浜さんは何について教えてくれますか運動会のスローガンのことについて説明しますはい、ではお願いします私は白組なので今年も白組が勝ちたいです 運動会のスローガンは各クラスから提案してもらったスローガンの中から多く使われている言葉を使っています。高年生が考えたスローガンは「もえろ赤組、輝け白組みんなで力を合わせよう」ですそして決まったスローガンは「挑め、勝利をつかめ、松潮魂」です。はい、か月の 二十七日です。はい、五月の二十七日土曜日にあるということですね。何を一番頑張りたいですか。組体操です。はい、わかりました。頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、では、学年とお名前と教えてください。六年生の初期の新谷匠です。はい、えー、では、新谷さんには二学期の行事をね、お聞きしようと思いますが、何について紹介してくれますか。音楽会のスローガンです。はい、で、お願いします。 僕たちは、えー、音楽界のスローガンを決めています。まず、3年生から6年生までの代表と、各委員会の委員長と、計画中心委員会が集まって、えっ、ー、と、松章委員会をします、えっと。去年、ちなみに去年の音楽会のスローガンは、響け松章のハーモニーです。これで音楽会のスローガンの説明を終わります。 はい、ありがとうございます。まあ、2学期のね行事ということで、まだ先ですけれども、6年生最後の音楽会になりますが、どんな音楽会にしたいですかみんなが楽しめるような音楽会にしたいです。はい、ありがとうございます。はい、では続いてお名前、学年と教えてください。えー、6年生の副委員長、池上力人です。はい、池上さんよろしくお願いします。では池上さんは何について紹介してくれますかゴミゼロ運動です。 はい、ゴミゼロ運動どんなことしてるんでしょうか？教えてください。えー、ゴミゼロ運動は、えー、ゴミを隅々まで、えー、掃除をしてゴミを学校のゴミをゼロにするという運動です。はい、では、えっ、ー、とゴミゼロ運動、どんな風にしているのか教えてもらえますか。かえー。ゴミゼロ運動は松商で毎年ある。まるまる運動という議題で、えー、学年と学年の学級代表と。 各委員会の委員長と計画委員の全員が司会や、え全員が司会や福祉会談などを務める、松尾委員会で挨拶運動や手洗いうがい運動などを毎年決め、去年はゴミゼロ運動に決まりました。えごえゴミゼロ運動は、学校の至るところにあるゴミを隅々まで掃除をして、ゴミをゼロにするという運動です。 去年はしてみてどうでしたかえー、学校がちょっと綺麗になった気がしました。はい、ありがとうございます。では、続いてお名前と学年を教えてください。えー、5年1組の上高原歩です。はい、上高原さんは何について紹介してくれますか手洗いうがい運動です。はい、手洗いうがい運動はどんなことするんですかみんなの意見を持ち寄って2回目の〇〇運動は手洗いうがい運動に決まりました。 僕はみんなに手洗いをして手をきれいにしてほしいですはい普段してますかいいえ <laughs> じゃあ頑張ろうねはいありがとうございますはいでは続いて、えー、お名前学年と教えてくださいカリア大子ですじゃあカリアさんは三学期のお話をねしてくださるということですが何についてお話してくださいますか感謝の集いですはい感謝の集いはどんなものですか お守りをしてくださっている人やボランティアで。来てもら学校に来てもらっている人に。感謝の言葉を言い子言い換えです。はい、3学期の大きな行事ということですが、えっ、ー、とこれはまだ先になりますが、えっ、ー、と前年度はされたと思います。けれども、その時はどんな印象がありますか。かえー？僕はみんなの5年生の代表だったので。 緊張したけど、うまく言えてよかったです。はい、じゃあ、6年生最終学年ですからね。また次回も頑張ってくださいね。うん、はい、ありがとうございます。はい、では最後、お名前学年教えてください。6年1組の富岡ひなです。はい、では富岡さんは何について紹介してくれますか ?6 年生を送る会です。はい、どんな内容ですか ?6 年生を送る会は、6年生の その触れ合いと感謝の気持ちを込めて行っています6年生とゲームをしたり劇を演じたりしていますはいということでえっ、ー、と3学期まだ先で今度は自分たちが送られる側になりますけれども5年生の時はしてみていかがでしたかちゃんと6年生を送れて良かったと思いますはいわかりましたありがとうございますでは最後に委員長の増田さんに一言お願いしたいと思います 松ヶ丘小学校では楽しい行事がたくさんあります。これからも皆さんが楽しくなれることを頑張っていきたいです。はい、頑張ってください。ありがとうございます。今日の校区隅から隅までは松ヶ丘小学校でした。計画中心委員会5年生6年生の皆さんに松ヶ丘小学校で行われる行事についてお話を伺いました。 コーク隅から隅まで。この番組は毎月第1、第3、第5土曜日の10時45分頃から放送しています。再放送は翌日曜日の夜7時からと月曜日のお昼12時45分頃から行っています。次回の放送は6月3日土曜日。アカシア大小学校の登場です。次回もどうぞお楽しみに。